はい、こんにちは。じゃあ今回は恒例のサブチャンネルのいろんなラバーアルティスに貼ってみた次第なんですけど、今回打つラバーはイクシオンさんのオメガ7のチャイナ、チャイナのインとグエン、グアン、光と影という影ですね。めっちゃ硬いとか、そのこれを、まあ、2人とも粘着と微粘着ユーザーなので、僕もちょっと打ちますけど、それぞれ打つ感想を、率直な感想を聞かせてください。はい、で1本目は、グアンでいきます。立ってる。はい、2本目はインにいきますので、それぞれちょっと打っていきましょうか。はい、よろしくお願いします。お願いします。微粘着、微粘着っていう特技じゃないですかね、うん、微粘着だなっていう感じのえ、はい、その自分が使ってる K1J と比べると、まあ大差はないですね、この普通にフォアハンド打ってる分には。弾みもけど、まあ気持ちちょっと硬いくて、粘着は K1J よりちょっと強いのかなっていう感じですね。なんか個性高いですね。そうですね、カチンっていう、どっちかって言ったらその強粘着の中央グラバーとかの方にちょっと近い気がします。なんか腰が強いというか、まあ、本当に気持ち粘着に、粘着っていうかひょうひょうとかに近い感じがします。え、それの良さけど、あでも弾みがこれの良さ、うん、これの良さはなんていうんですかね、なんか飛ぶっていう感じじゃないです。まあ粘着なんで当たり前かもしれないですけど、けどなんていうんですかね、硬いけどしっかりそのちゃんとした粘着の使い方してあげれば、個性がすごい高いで、高く出るんで、うん、相手の手元をこの辺に来るのは多分嫌なんじゃないかなっていう感じがします。結構グンってきますね。はい、じゃあ中央グラバーっぽい球もちゃんと出るってことですね。その打ち方をしてあげれば、ちゃんとネットの上を越えるときには結構高い個性に行ってくれるんで、うんうん、相手からしてはちょっとやりにくいと思います。なんかいいっすよフォアハンド系ってことです。はい、あ、バックでもいいですよ、全然。じゃあ、ちょっとループしていいですか。はい。あ、でも、あれなんかちょっと捨てるな。なんでネットした今、うん、普通にこう、フロックすれば多分上上がってくる。今は当たってもないです。あーでも、あーちょっと物足りないかもしれないです、うん、あの、上回転のロングボールを打ってる時にはそんなに気にならなかったんですけど、下回転クッてループする時になんか芯食ってない感じがします。結構僕腰入れてガッて今当てに行ったんですけど、なんかこう引きつるというか、この当たる瞬間がちょっと持ちこたえてくれてない感じがします。でループの重さはあんまり出てない気がします。あの普通ですよね、うん、なんか取りやすい、いやらしさっていうのはあんまりないかなっていう。そうね、ちょっと一発いきます。はい、見た目、見栄えの速さとかはあんまり走ってる感じじゃないですけど、まあそうっすね。
どっちつかずな感じがするな。あ、じゃあラクザゼットとエクストラハード打った時の違いぐらいの感じなのかな。ですかね、ちょっと使いやすい方にフォーカスしたラバーなのかな。ね、なんかまあ普通に多分そつなくやる分には別に変な欠点とか逆にめっちゃ尖った長所とかも多分ないんですけど、試合になった時とかに多分いやらしさは余計に出にくい気がします。なるほど、多分落ちてるもんね、うん、噛んでくれてないですよね。まあ、打ち方がもちろんそのラバーにあった打ち方とかももちろんあるんで、そんなすぐには多分難しいんですけど、うん、ちょっと浅いですもんね、しかも入ってもね、ここら辺、うん、でももうちょっと、もうちょっと引っ張ってあげる方がいいのかな。あー、でもなんかいつものイワピーの球ではない、なんか心もとないですよね、うん。どっちかって言ったら、多分 K1G よりはちょっと硬いから、うんうんうん、当てに行くよりはちょっとこう粘着使って引っ張る方が球は走るような気がします、うんうんうん。まあ、これはちょっと打ち方変えないと難しいかもしれないです。カウントテーマス、はい。あ、カウントやりやすい、カウントやりやすいです。まあ、多分ラケットがそのレビューでも何回も言ってるとき、多分比較的弾みが抑えられてるやつなんで、フルスイングしてもそんなにぶっ飛んでくる感覚がないから、しっかり掴んで収まってくれるっていうのもあると思うんですけど、やっぱ硬さ、弾み、そう、こっちラバーも弾みが抑えられてる分、打球点高く上からと捉えられれば、多分オーバーすることはあんまりない気がします。あ、最後、サーブどういう結果すれば一番切れるかちょっと皆さんに教えてあげてください。あ、ナックルスが腕でもね。切れずに飛んでっちゃうんで、どっちかってやっぱ表面で薄く、ああ、ほら、いい気がします。絶対それね、見えないから。カットしないけど。最近覚えてのYG。そこまだ意識できてないんで、練習中の YG。今練習中、あ、やめてみます。練習中。あと3ヶ月かかるんで、出せるのに。おお、いい。そうですね、多分中国ラバーに近い感じ、うん、で表面で薄く取ってあげると多分あの、なんていうんですかね、鋭いサーブが出せるような気がします、うん、で光バックも一応ちょっと言います。はい、あー、ああ、硬い分パッていっちゃうんで、うん、まあ技術がある人は多分カウンターとかガンっていけると思うんですけど、こう安定重視の人はちょっと難しいかもしれないです、うん、こう点で当たるようなイメージですか。なんか似てるとかありますそれ。ひょうひょうと似てる。ひょうひょうよりっすね、多分その今流行ってる微粘着のラバーよりはどっちかっていうとひょうひょうよりな気がします。あ、この本当にバック強表で張ったら多分点で当たるような感じがして、ブロックとかも多分難しいんですけど、そんな感覚です。なるほどな。まあでも言って多分強表だけどちょっと使いやすさを重視してる分、ね、本当の粘着使いにしたら物足りない感はあるかもしれない。そうですね、ちょっとどっちつかず感はあるかもしれないです、というのが今井さんの
グアンの、はい、ガン、グアン、ガン、グアン、グアン、グアンの評価とかね。そうですね。なるほど。K1J の方が扱いやすい。そうですね。ちょっと柔らかいもんね。はい。うん、とか、まあね、疑念着、まあ、本当にビビったる差ですけど、若干、疑念着、粘着の強さで言うと、ガンの方が強い感じがします。うん、なるほど、なるほど、はい。ありがとうございます。はい、こんな感じです。じゃあ、続いて、ショコタン。はい。光って書いてます。はい。珍しいこのラフな感じ。もう固定ごとに表情があるんだね。そうですね。ああ、やった。弾みます。全然弾みます。なんだろう、すごい食い込む感じがする。ああ、違うね、今ピンと。普段多分硬いから。もっと硬いからね。すごい食い込む感じがする。飛んでく。うん、飛んでく。飛んでく。感じはしない。ね、しない。ちょっと軽い感じしますよね。うん、まあもちろん相性とかいろいろあるかもしれないですけど。下回転打っていいですか。うん。あ、わかった。いいか。あ。わかるわかる、なんか言いたいこと。なんか。なんか物足りない。もうちょっと切れよって思いますよね。うん、ああ、でも回転でいつものショコタンのやつよりも少ないな。うん、まあね、初見のラバーだから打ち方わかんないな、当然としても、うん、あー、カウンターしやすそう。そうですよね、うん、普通の球になる。やりにくいわけじゃないんでしょ。やりにくくはないです。ただ物足りない。自分でかかったって感覚ないと思う。あんまりないですね、ほんと普通に飛んでってる感じ。うーん、ちょっとバックで振ってもいいですか。はい、どこ、こっちじゃないですか。こういうじゃないですか。はい、はい、あー、すまないな。バックの評価低いんですか、2人とも。バックの評価ちょうどいいかもしれないところ。いや、どうだろう。いや、むずいっすね。どうなんだろう、これ。打ってみよう。
いや、嫌いじゃないです、僕は、うん、正直、うん、あの、多分どうじゃない、当て方がテンション系近いからかな。あこれ今、押し上げしてるんですけど、押し上げしてももっと中グラバーっぽいんだったら多分高単位みたいなんですけど、うん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 、押し上げしても入るんで、あの、まあ、K1G とかとしてよね、うんうん、これ移行しやすいぐらい。あ、おい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。あ、うん、嫌いじゃない。嫌いじゃないけど、嫌いじゃないけど、わぁ、嫌いじゃないけど、うん、まあまあ、普通。なんか、感覚の問題なんですけど、当たってから飛んでいくまでがちょっと遅くないですか。うん、そうね、うんうんうん、引っ張って打ってる割に、え、それはあるかも。なんかだからそこでちょっと物足りなさを感じるかもしれない。ラクダ Z とかは最近いろいろ打ってるから慣れてきてるって感じ。上達上達ちょっと上達してきてるって感じ。でも、つまりちょっとみんなが懸念してるループっていいですか。あー、いかん、質高い。今ぐらい浅く薄く当てれば高い。でも、綺麗に綺麗にこのループは、うん、あんまかけられてる気しない。いや、今ぐらいかければえぐい、それは。そんなんで、どうなんだ、僕多分普段テンション使ってるから、あんま一番違和感なく打ってるかもしれない、これ。あもしかしたら。なんか打ち方変えないでもいけるかな。ちょっと一発打ちます。あ、そう、そう、それです。それあれそれです。今、下段行ったからね。下段ね、それ。やばい、打ち方悪いんですよ、これは。おぉ、さすが一発で修正。ナイス。あ、ごめん、ちょっとビビってる。一発でビビってる。ほら、あの、いや、多分僕が一番違和感が使えるし、そんなに嫌いじゃないけど、力むな、パワーヒッター向きかも。うんうんうん。ここ強くないと、あんまいかないですよ、ね、ちゃんと構わないかも、うんうん、打ち方固めないと、うん、ちょっとしんどいかもしれない。お、ナイス、これ。ああ、うん、まあ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 全然微粘着、僕からしたら微粘着っぽくないですよ、これ。いや、でも微粘着っぽくない。テンションラバーの硬いやつって感じだもん、イメージで。うんうんうん、感じた。よほどラクダ Z とか、勝利とか K1J の方が微粘着っぽいんだけど、これはカチコチのテンションラバーっていう感じ。あー、ぽいぽいぽい。粘着特有のなんかこう擦って置くんじゃなくて、うんうん、普通に当てこすっても入る。でもその代わりインパクト強くないとボールいかないよみたいなラバーだから、手なしゼロボーハードが大好きな人とかは打てるんじゃないかって思います。なるほど、なるほど。おそらくバックティッシュ下です。あ、全然いつもだから、そうですね、僕、昔手内ゼロボーハード使ってたんで、あんま違和感ないですよね、多分。インパクト強っ。ね。あ、ごめんなさい。大丈夫かな。あ、いい。今のは多分勝ってない。ループしまっていいですか。はい。おーい、やばい、今めっちゃ上がった。あ、ごめんなさい。そう、ここら辺はなんかビーチっぽいな。そうですね、僕の感想はビーチというよりはテンション系の超硬いやつ。
中国ラバーという感覚はあんまないですね。もともとがそういうラバーを使ってるんで。なので、わかんないな、これは。そういうことなんですね。僕の解釈、その一番最初だったんですけど、その中国ラバーに近いって言ったんですけど、それ聞いてると、確かに、どっちかになるような気がします。そう、どっちかはね。中華ラバー使ってきたら中華ラバーに近いけど、物足りない。テンション使ってきたら、テンションの硬いラバーに近いから、振り早くすればなんとかなるみたいな。どっちにを基準にするかですよね。そうそうそう。基準に考えるんだ。マイナーのラバー使ってから多分感覚変わるんじゃないですか。うん、そうですね。うん。シャイラバー使ってた人は多分物足りないでしょ。うん、求めるものとか、今までの打法とか、うん、そうによってちょっと調節する方向が違うから感覚が変わってくるかもしれない。そう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 。多分そんな感じだと思います。だから、まあ参考になれば。そんな感じ。物足りないと考える人もいるし、今のラバーよりもちょっと硬いの使いたいなっていう人はいいかもしれないし、テンション減使って。ただ、でも、言っても結構強くないとしんどいと思います。触れる人はね。女性でこれ使うとなると、結構しんどく思う人は多いんじゃないかな。いかないみたいな。っていうのが、光グアンの感想でした。参考になれば幸いです。2回目はインに来ますんで、ぜひお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。